早いですね。こんばんは、平井弘明です。力みやります。力、やっぱりね、僕は矛盾に感じてしまうのは、飛ばしたいのに力まないっていうのがどうしても矛盾に感じてしまって、それを考えました。で、答えが出たっていう言い方はあれだけど、こういうことなんじゃないかなっていうことがちょっと見つかりまして、それを今回動画にしていきたいと思います。平井弘明のワンラップゴルフ。力んでくださいって言った時にどういう風になるかっていうことなんですよね。僕は相当力むって言うじゃない、いつも。で、なんで力んでもその力みがミスにつながらないかっていうのをまずやっていきたいと思います。こう構えて、で、めっちゃくちゃ力むよ、インパクト。いい球ね。あらら、そう？もう一回じゃあ打とうかな。出玉だけ見えると思うんだけど、もう一回力むね。で、フィニッシュちゃんと取った力みでいきます。ナイスボールね。真ん中行ってると思うんですけど、今のも相当力んでるんですよ。本当にこう、グッてこう奥歯食いしばるぐらい力んでるんですけど、全然球には影響ない。その理由が、振ってる方向にちゃんとクラブを出して、その後ろから力んでるんで、同じ方向で進んでるんで、大した力みじゃないんですよ。100% 力んでる。そういうことか。そう。で、その時に、じゃあ悪い力みは何って言ったら、ヘッドを出さないからね。要は、こうやってやって力んでるから、力みになっちゃう。そう。でもこれがこうやってなってたら、どんだけ力んだって、ずーっと追いかけっこするじゃん。そう。それで、いい力み、悪い力みっていうのが出てくるんですよ。ああ、方向一緒だったらあれか、力めないとか、力めない。そう、そう、追いかけるだけだから。だから、ヘッドを出さなきゃいけない。だから、力んでも平気な人。なるほど。ヘッドを出さない人が力んだらやばいんだ。やばい。だから、低い。追いかけっこじゃないから。そう。だから、ヘッドを出さないときって左手リードのみなの。だから、飛ばす理論ではないって言ってるじゃない？そうだね。そう。コントロールが重心になるから。そう。だから、左手リードの人がヘッド出したら、こうなるからね。そうだね。そう。で、出ないでしょ？理屈的にそうだよ。そう。そう。だから、これが、なんだろう。ごっちゃになっちゃうと、もう何やってんのか分かんないってなっちゃう。なるほど。左手リードしよう。飛距離も伸ばそうってやってたらもう意味分かんない。そう。逆をやってるから。そう、それ難しいなぁ。それやっちゃうと。やっちゃうとね。一個一個は多分できる。だけど混ぜちゃうともう最悪になるから。それは難しいなぁ。そう、だから、ワンナップゴルフのレッスン来ていただいてる方で、力んで力みじゃなくなった方ってやっぱ結構いらっしゃる。で、実際に距離も伸びてる方がいるんで、で、それはまあ、現場ではそうやってやるんだけど、その理由として今言ったことなんでね。で、この間ね、女性の方がね、来ていただいて、5番ウッドめちゃくちゃ苦手だっつう。で、7番アイアンなんかあんまり打ったことないっつう。全然普通に打てたからね。これをやって。だからそれぐらいヘッドが走ってると、全然打てるんですよって、いうことを体感してもらった。でもその方レッスン行ったことあるんだよ。力めって教える人がどんだけいるか。ああ、少ないよね。少ないよね。本人が力んでなかったら言わないもんね。俺はガン力みするから言うけどね。ね、うん。害が出てないから。押してるから、すげえ力んでもあんまり力めた感はない。そう、ない。逃げられちゃうから。うん。だからガンガン力む。だからあの、この間動画でさ、ミート率が良かったの暴露しますっていう動画があるじゃない？あれで、めちゃくちゃ力んでるって言ったじゃない？それがそれ。全然大したことなくなっちゃうから。全力でこれを振ってるのに、自分の全力が加わっても、同じじゃん。そうだね。そう。だから、全然大したことないから。だから、もう力み放題。出さないんだったら、出さないヘッド、要は止まり物と動くもので喧嘩するでしょ。だから力む。こうやってやってんと一緒だから。そう。それの違い。だから、こうやって出さないんだったら、こうやって引っ張んなきゃダメじゃない？そう。だから、こうやって左手リードで左脇締めて引き抜くんだね。回転で。うん。それ違いがある。こ
これがね、どうしても言いたかったな。力んで打っていただいていいんですけど、力み方とその力む動きっていうのがあるんで、それをやっていただければいくら力んでも問題にはならないので、ぜひ練習場でちょっとヘッドを出す仕草で力むことをトライしてみていただければと思います。ギュッと握るのかと思ってた。あー、ギュッとも握るよ。めちゃくちゃ強いよ。あ、ギュッとも握ってるし、振ってる中にもヘッドを出そうって力入れてる、うん、そう。ここからここの間にスチール感結構潰せるからね、俺は。あ、もうこっからさ、こうグンってこうやってやった時にもうギューってやるから。あ、そうなんだ。そう、だからイメージはびちゃびちゃに濡らした雑巾を均等の雫を垂らす感じだから。そう、ギューって。そう、それをね、全力でやってる。ちなみにこれはスピードとは関係ありません。よくね、力んだり力入れたりするとスピードが速くなっちゃうっていう人いるの、全然関係ないのね。そう、震えてます。全然遅く動けるのね。そう、だからスピードと力みは関係ないんで、そう、意識の問題です。はい。で、力んでも自分の振りたいスピードでは動けるんで、あんまり意識はせずにですね、やっていただければと思いますんで。結構ゴルフって無理やりなところって多いんですよ。だから、こうやったらこうなってしまうっていうのって、意外とそれって動かされてるところが多いんですよね。そう、あなたまん中で決めつけちゃってできてないことって多いんで、意外と分解するとできたりするんで、ぜひそれは練習場でいろいろと、試していただければと思いますんで。はい。今回はですね、力みについてまた動画を撮っていきました。はい。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度、ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってる？あれ。っていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。